10月13日木曜日のつながるニュース、新宿区のキーステーション、西新宿の新宿アイランドタワー広場からお届けしています。さて、ここからは地域の気になる話題や今伝えたい情報を深掘りする深掘りトークのコーナーです。今日は16日の日曜日に開催されます猫版ハロウィンともいえるイベント、神楽坂化け猫フェスティバル、こちらを主催いたします岡宮優子さんにイベントについて伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは、岡宮です。岡宮さんですか？はい。あ、岡宮です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。猫ちゃんで来てくれました。あの、そこの、あ、ここ開けると顔が見えるんですね。はい、しかこの犬たちは今日は、はい、あの、え、私服ですか？あ、そうですね、今日素の格好で来ました。これ素なんですね。素です。すごいな、可愛らしいですね。まあ、猫版ハロウィンということでお話を伺いますけれども、はい、もうきっとね、あの、こういう猫ちゃんたちがいっぱいいるイベントだと思いますが、はい、あの、今日はこれ上げながら喋っていただけます？綺麗なお顔見たくて。うまいですね。あの、手が疲れたら言ってください、はい、私も上げますんで。ありがとうございます。ということで早速岡宮さんにお話を伺いたいと思いますけれども、あの、このイベントが猫に特化したものということで、はい、どういったイベントなんでしょうか？あのですね、はい、まあ、神楽坂はちょっと今猫で町おこしをしているんですが、神楽坂自体が我が輩は猫であるっていう、はい、夏目漱石ゆかりの地ということで、まあ、路地裏に猫ちゃんがいっぱい住んでいるというのを売りにしてやっていまして、あ、はい、まあ、2010年から、まあ、いろんな猫のイベントやってるんです。その中で神楽坂らしい路地を使ったお祭りをやろうというので始めました。そうなんですね。2010年からということですから、じゃあもうかなり長いこと、10年以上。そうですね、まあ、コロナ禍とかもねあったとは思いますけれども、はい、猫をテーマに仮装していれば老若男女、そして国籍も問わず参加できるということで、はい、素晴らしいですね。そうなんです。もうじゃあ猫版ハロウィンのお祭りということですけれども、はい、あの、私も過去の映像とかいろいろこう見させていただいたんですけど、ものすごい盛り上がりですね。そうですね、今回あの手が疲れた。どうぞ。ちょっとコロナのあったので2年間できてないんですけども、それまでは結構1000匹ぐらいの化け猫たちが本当に乳母車に乗った赤ちゃんから車椅子のおばあちゃんまで本当にいろんな年代の人たちが参加してくれてました。あの、私の映像を見た時に海外の方がすごいたくさんいらっしゃったり、おっしゃった通り、はい、もう、小さな赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでという、一番こう過去参加者が多かった年っていうのはどれぐらいですか？大体ですね、カウントできるのって仮装になってる人だけなんですけど、見に来てる人はちょっとカウントしてないんですが、1000匹ぐらい仮装してました。匹で言うんですね。匹です。もう参加者は猫なんじゃなくて1000匹ぐらいがもう参加されたということで、はい、すごい猫ちゃんたちがいっぱい集まるということになりますよね。あの、こう珍しい方とかいらっしゃいましたか？こんな方いたよとか、はい、他の仮装イベントと多分違うのは猫っていうテーマに絞られてるんだと思うんですよね。だからすごいこうクリエイティビティが幅広くてですね、本当にいろんな手の込んだ猫から簡単な猫までいろいろいるんですけど、全身風船で作ってきた親子で、風船で猫ちゃんを、風船バルーンアートで猫になってきたっていう、そんなのもいます。じゃあなんか、自分がその仮装していなくても見るだけでも楽しいですし、そうですね、仮装して参加したらもっと楽しいかもしれませんね。そうです。あ、全身風船の猫ちゃんもいたと、過去にはいろいろ教えていただきましたが、きっと猫好きの方が集まるイベントだと思うので、そういった方の交流の場にもなってるっていうのはありますか？あ、そうですね、猫好きな人は多分多いと思うんですけれど、仮装がしたくてっていう人もかなり多いかな。変身願望って皆さんありますから ね。でちょっと面白いのはやっぱ猫かぶって猫かぶることでこう自分の殻が破れるというか、なるほどね、そこでなんかみんないろんな交流が生まれてる感じがします。岡宮さんも開いた時と閉まった時とちょっと違いますか？そうです、本気の猫になります。あの、前半いろいろお話伺いましたけれども、また後半はですね、当日の化け猫フェスティバルのパレードであったりイベントの詳細についても伺いたいと思いますので、岡宮さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。
それではここで一旦お知らせです。地元応援つながるニュース、引き続き神楽坂化け猫フェスティバルを主催します岡根谷優子さんにイベントについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いましたいたいた早速なんですけれども、神楽坂化け猫フェスティバル当日のイベントの詳細を教えてください。そうですね、まずメインイベントってなるのが化け猫パレードという仮装パレードです。これは猫に化けた人たちが神楽坂の大通りを練り歩くというだけのイベントなんですけど、はい、今回は3回やります。3回バンドが違うんですね。3回、はい、で好きな回に参加できる、3回とも参加しても OK という。でこれだけは参加費がいりまして、大人500円、はい、小学生以下は無料となって。なるほど、はい、これは当日受付で、はい、参加申し込みができる。そうです、来て申し込めば参加できるという。あ、そうなんですね。じゃあもう参加条件としては、はい、その猫をテーマに仮装していればだと、はい、その度合いは全然変わらない。ヒゲついてるだけでもいいし、はい、もう猫の解釈はいろいろなので。あ、じゃあもう自由に仮装してきてくださったらそれで、はい、あとは参加料が500円、はい、小学生以下の方は無料、はい、あ、素晴らしいです。もし何も用意がないけど参加したいという方のために、はい、猫メイクのサービスとか、これは無料、はい、有料になるんですけれどとかですね、あと猫グッズが売っている屋台とか、 花とマズルを作れるワークショップとか、そういうのもあるので来ればどうにかなります。神楽坂に行けばじゃあ、はい、どうにかその猫になれるっていう環境もあるということ で衣装を貸してくれるサービスもありますので。猫着物レンタルと着付けサービスっていうのもあるんですか。そうなんです、これは着物屋さんがやってくれてるんですけど。素敵。海外の方とかね、いらっしゃったら着物も着れて猫にも慣れてっていう、はい、そうですね、男性の方もいますよ。あ、本当ですか。女性の着物が着たいという方が、あ、そうかそうか、こんな機会だから意外と毎年着物着てみたいとかね。あ、いいですね。それから、お申し込みでね、参加申し込みをすることで更衣室の利用であったりとか。あ、そうですね、はいはい、500円っていうのはその更衣室を利用するとか、500円払ってパスポートっていうのをもらえるんですけど、はい、それを持ってるといろんな特典がもらえたり、いろんな遊びができたりという、ちょっと秘密の仕掛けがしてあります。じゃあパスポート持ってると何かあると、はい、ずっと楽しく遊べるという感じ。じゃあもうこれは参加しない手はないですよね。そして申し込み、当日手ぶらで参加するっていうこともできるということですけれども、はい、事前申し込みが必要なものも中にはあったりする。あ、そうです、はい、着物のレンタルサービスだけ事前申し込みが必要です。はい、当日行って着物はちょっとなかなか。そうなんです、そこは空いてれば入れますけど、結構人気なので事前申し込みした方がいいと思います。そこは詳しくチェックしていただいて、ホームページなどに書かれていると思いますので確認お願いします。あとその他にですね、パレードであったり、そういった、パスポートをお渡ししていただけるものがあったり、その他にはどういったものがありますか。ですね、パレードには参加しないけどちょっと遊びたいという方のために無料で参加できるイベントもいろいろあります。うんうんうん、一つはアニャ踊りというのがあります。アニャ踊り、アニャ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 、アワ踊りの猫版です。これはちゃんと踊り方を教えてくれる人がいてですね、アニャ踊りっていうのは、はい、阿波踊りの猫版。そうです、そうです、だからピンポン。あ、なるほど。そっかです。あとは猫キリコっていう、はい、これは富山県の郷土芸能なんですけど、コキリコ節という古い民謡なんですけど、このササラっていう大きな楽器を持ちながらこう踊るというのがあるんですけど、はい、このササラを100本持ってきてくれてるので富山県が、はい、それを持ってみんなで踊ろうという。これ神楽坂自体がじゃあその富山県と。そうなんです、今観光で友好を深めているので、はい、それでじゃあそのササラを持って踊るっていうものもあると、はい、そうなんです。それをまたアニャ踊りとは別で。そうなんです。猫キリコと言います。猫キリコと言うんですか。面白いですね。なんか仮装してるとちょっといつもの自分より弾けられそうというか。そうですね、ねえ、いいかもしれませんね、皆さんね。ぜひぜひ。他にもいろいろありますけど、にゃん結びポイントっていうのがありまして。にゃん結びポイント、はい、絵馬をかけるんですよ、無料で。その絵馬を掲げておくと願いが叶う
あ、かもしれに愛という。かもしれに愛ということで、絵馬をかけられるんですね。絵馬です。あとギャルソンレースっていうのは何ですか、これ。そうでした。はい、あのですね、これ神楽坂のカフェとか飲食店のスタッフの人たちがこうお盆を持って、コップを置いているお盆を持ってこう走るというレースがあるんですけど、はい、なんかかっこいい。そうです、これに猫たちも参戦するのでぜひ応援してほしいと。いろいろなイベント盛りだくさんということで、はい、あのぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思いますが、ちょっと短い時間でしたがありがとうございます、はい、ありがとうございます。最後になりますけれども、あの皆さんにメッセージもいただけますか。もう本当にあの化け猫フェスティバルはですね、本当にあの生まれたばかりの赤ちゃんからもうよっしゃって一生懸命車椅子を押しながら歩かなきゃいけないおじいちゃんおばあちゃんまでちょっと年を忘れて一緒に遊べるという、あのいろんな国籍の方もいらっしゃるので、本当にいろんなボーダーを越えてみんなが安心安全で遊べる場所になってますので、ぜひ気軽に遊びに来ていただけたらと思います。いや、ありがとうございます。今日もおかめ屋さんと話してるだけで楽しい気分になったので、当日は皆さんぜひ猫になって楽しんでいただきたいですね、はい、ということで今日はですね、神楽坂の化け猫フェスティバルを主催するおかめ屋優子さんにイベントについてお話伺いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでここで一旦お知らせです。お知らせの後は地域のニュースをお伝えします。さあ、番組エンディングのお時間となります。今日はですね、おかめ屋さんに、神楽坂の化け猫フェスティバルについてお話を伺いました。ありがとうございました。エンディングもお付き合いいただいておりまして、あのぜひ皆さんお越しいただいて聞きたいですね。ぜひぜひ来てほしいです。お天気いいといいですね。本当にもうそれだけが、ね、本当に。ぜひ皆さん猫の格好をして神楽坂へ集まってください。16日の日曜日です。さて、明日番組はですね、杉並区の JR 高円寺駅南口駅前広場をキーステーションにお伝えします。明日の放送予定はご覧の通りとなっています。深掘りトークのコーナーでは今月21日と22日に開催されます阿佐ヶ谷ジャズストリートについて実行委員長の方にお話を伺う予定となっています。明日もぜひつながるニュース皆さんご覧ください。ということでエンディングは岡宮さんと一緒にアニャ踊りで、はい、お別れしたいと思います。はい、ではこうですよ。さよなら。アニャアニャアニャ。こうか。そう。こうです。合ってるかな。猫の毛のラジ。